今季の新作でいうとレーザードライビングシューズ、かわいい、こういうちょっとピスタチオカラー、すごくすごく売れているそうです。ピスタチオかわいいな、やっぱ今季のトレンドカラーというだけあって、皆さんこんにちは、ワークマン公式アンバサダーのサリーです。先日東京国際フォーラムにてワークマン2023年の春夏の展示会がありました。ウェアとあとはキャンプギアについてはすでに動画に上げさせていただいているんですが、ちょっとねシューズ面白いもの今回たくさんありました。ワークマンのワークマン女子とかあとはショッピングモール限定のねシューズというのがたくさんありましたので、そちらをがっつりと紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではちょっとシューズも見ていきましょう。これね、私もランニングでサンプル品いただいて、もうずっとこれ履いてランニングをしています。オーバードライブ2900円、カーボンプレート入ってるタイプの、実はレディースバージョンがこの春夏で出ます。こっちのねグリーンのタイプと向こうのピンク、こちらが2900円でこの春夏で出ております。はい、あとアスレシューズライト、ワークマンの中で一番価格の安い、スニーカーというかランニングシューズですね、980円。あとこういうねちょっとねメッシュのタイプなんていうのももう定番でずっとあるタイプですね。アスレシューズの、ハイバウンスの新色はこちらのグレーとこちらのオレンジです。あと新作でいうとステップインスリッポン2500円、かかとがめちゃくちゃ反り上がっていて足がシュッと入るような形状になっております。脱ぐのも簡単だそうです。はい、あと新作でいうとこちらですね、アーバンハイクスリッポン、こちらもねめちゃくちゃ、この先々週ぐらいにお店に入ったのかな、すごくすごく売れているそうです。欠品しないように気をつけなきゃと開発担当の社員さんがお話をしていました。撥水加工もしてあって、やはりこれ脱ぎ履きしやすい、ちょっとかかとがね上がっているデザイン、いいですよね。雨の日のキャンプとかにもめちゃくちゃ履きやすそうです。で、先ほどのアーバンハイクスリッポンにはレディースサイズも出ておりまして、一番小さいサイズで23センチから出ています。あとこれ初めて見ますね、防水のサファリシューズのレディースサイズなんですが、これねSC 限定なの、ショッピングセンターに入っている店舗限定で、かわいい、こういうちょっとピスタチオカラーとこちらのブルーカラーが新登場のようです。あ、よく見たらこれもそうですね。こちらも大人気のワークマンではもう定番のシューズですが、こちらもこのカラーショッピングセンター限定で入っています。あとですね、このあたりも新作のサンダル980円、これねうち夫の浜さんが買ってましたね。この色ほんとピスタチオカラーほんとかわいい。このあたりも全部980円です。はい、あと今季の新作でいうとレーザードライビングシューズ3500円、ワークマン PP 初の牛床革を使用しております。で、実はじゃじゃん、今日私自分でこの間購入したものを履いてまいりました。今日ね朝からずっと履いてるんですけれども、めちゃくちゃ柔らかくて履きやすいし、レザーシューズなのでやっぱりねちょっとね綺麗めな感じに仕上がるスニーカーといった感じで、すごくいい感じでございます。で、まあ、ドライビングシューズだけあって、そんなにそこを実はあえて分厚くしてないんだっていう話をさっきお聞きしたんですが、別にそれでもね中敷きがすごくしっかり気持ちいい感じで入ってるんで、すごい足にフィットして履きやすいです。ちなみに茶色もあるよ。あ、この色も初めて見た。アスレシューズハイバウンスのショッピングセンター限定のカラー。あらあら、なんか色味変えると全然雰囲気変わりますね、これとかね。で、こっちがメンズでもあるカラーですけど、すごい全然雰囲気変わる。あとダブルクッションキャンバス980円、すごく定番のシューズですけど、これもショッピングセンター限定のちょっとくすみの可愛い色、パープルとかもすごい可愛い。あれ、あとこれも見たことないやつですね。これ何、雲の上のレディーススニーカーが出るそうです。すごいね。あ、ちょっと厚底でめちゃくちゃ中敷きが低反発でふんわりしてる。ちょっとキュッとすぼまる感じ、なんか少しパンプス感がこの辺ありますよね。綺麗めに履けるスニーカー、レザースニーカーみたいな感じかな。まあ、レザーといっても合皮ですけど、
これもなんか意外と気になる。あとこちらもショッピングセンター限定のサンダルが出るんですね。スポーツサンダルということで2480円、かなりしっかりとした靴底、ふんわりとした中敷きのソール、かわいい色味も、はい、あとこちらもショッピングセンターに限定のフラットストラップシューズ1900円、これも新作ですね。こっちはフラットシューズ1900円、もう言わなきゃ誰もワークマンだって気づかないね。はい、あと雲の上パンプス、あれ前アクティブなんとかサンプスって名前だったと思うんですけど名前変わったんですね。2480円、めっちゃこれインソールふわふわ入ってます。すごくね足にフィットする感じのこのゴムが入ってるんで脱げにくそうな感じ、カラーもたくさん出てます。はい、あとこちらのショッピングセンター限定のふかふかサンダル1900円、またピスタチオ、ピスタチオかわいいな、やっぱ今季のトレンドカラーというだけあってすごいいっぱい出してますね。これ結構靴底もしっかり厚みがあるけど厚底っていうほどではなく下になんか石とかあっても痛くなさそうな感じでかわいい、で多分柔らかい素材なんで靴擦れもしにくそうですね。ベージュと、お、あとサボもあるんだ、サボ2480円、クロックサンダルって書いてありますね。へえ、なんかもう本当にいろいろ出すな。はい、というわけで今回はワークマン2023年春夏の新作シューズを一気にご紹介いたしました。なんかね本当にもうワークマン女子とかワークマンシューズ限定のショッピングモール専用のシューズがもう可愛くって、でカラーもやっぱりすごくねカラフルで可愛いなっていう感じがする、あのもう誰もが見てももうこれワークマンじゃないんじゃないって思うぐらいの可愛いシューズいっぱいで、私もねなんか思わずあのショッピングセンター系行ってお買い物いっぱいしたくなっちゃいました。ぜひですね皆さんも春夏のコーディネートに取り入れてみてください。特にねあのオンラインでの発売はないようですので、こういったショッピングモール限定となっております。私のチャンネルでは他にもワークマンのウェアの新作の、展示会の様子や、あとはサブチャンネルの、サリーのキャンプチャンネルの方ではワークマンの新作のキャンプギアも続々と上げております。そちらもチェックしてみてください。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますのでこちらもフォローよろしくお願いします。